はい、皆さんこんにちは。本日はポスターズのひろきです。そしてはい、どうも皆さんこんにちは。新人ライターのルエです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、新年一発目ということでね。そうですね、明けましたね。はい、明けましたね、うん、はい、今回第五人格やっていきたいんですけど、今回ルー君何を取っていくんでしょう。いや、今回はね、まあ、前回チェイスのコツの一つとして板気絶を教えたと思うんですけども、はい、今回は板気絶じゃなくて気絶しないでスルーするっていう、板スルーっていうのをね、紹介させていただこうかなと思います。スルーっていうのは倒さないってことですか。そうですね、場合によっては、例えば板を倒したらその他に板がなくて確実に1ダメージ食らっちゃう場面とかってあると思うんですよ、はい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 、なんで、あえてスルーして、スルーすることにより10秒とか20秒時間を稼ぐっていう方法があるのでね、そこら辺紹介していけたらなと思います。はい、ということでカスタムマッチにやってまいりました、はい、でチェイスを伸ばすコツとして、はい、まず板グルっていうテクニックがあるのご存知ですか、ヒロさん。いや、まあ、なんか単語だけはなんとなく聞いたことあるなっていう、うん、まあ、板グルってことで通称板の近くをグルグルするみたいなイメージ通りなんですけども、こういった感じでハンターと対角線に板の周りをグルグルすることによって、うん、まあ、ハンターはね、板の間を通るときに倒すんじゃないか、それとも倒さずにスルーするのかみたいなのをそのこう迷いによって動きづらくする、それで時間を稼ぐのが、まあ、板グルっていうチェイスの仕方なんですね、はいはいはい、でその板グルなんですけども、まあ、ここの板だとしたら、まあ、もし仮に倒したとしても、はい、まあ、別の板に場合によってはいけるじゃないですか。あ、そうですね。ただじゃあ例えば墓の近くとかだと、はいはい、まあ、ここにはまあこの板があるんですけども、この板が壊れてるとして、はい、でもしここ1枚しか板がないとすると、この板で時間を伸ばせないともう他のポジションに行けないんですよね。あ、うん、例えばじゃあここで気絶取れなかったですっていう風になったら、はい、もう絶対いずれはリッパーに追いつかれて1ダメージ食らっちゃうじゃないですか。そうですね。だからこの板でいかに時間を稼ぐのかっていうのが重要になってくるんですね。そんな時にハンターがこうやってぐるぐる回ってる時に通ってくるのか通ってこないのかみたいな、はいはい、駆け引きをする時に板するっていうのが重要になってくるわけです。なるほど。必ずすればいいっていうテクニックではなくて、うんうんうん、場合によってっていう感じなんですね、ここは。要するに板を必ず毎回先倒しすればいいとか、うん、あと毎回気絶を狙えばいいとか、そういうわけではなくて、うん、場合によってはスルーするんだよってことを覚えてほしいなって感じです。ハンター視点で姿が見えているか見えていないかで結構板攻防って変わってきて、はい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 、例えばここでじゃあ板グルをしますっていう時、ハンターからあからさまに視点が見えてるじゃないですか、うんうん、なんでこういう時にじゃあこうやって一瞬戻る動きをするとハンターは結構警戒してくれたりするんですよね。まあ、そうですね。なんでそういうのもあって、じゃあ試しに、そうだな、駆け引きの一つとしてこうやって板を回っていて、はいはいはい、であえてちょっと戻るとか、あえてちょっと待ってから動くとか、あ、そういうの駆け引きで入れると割とリズムとしてハンターの思惑通りに動かずに進みます。ああ、狂いますね、確かにね、うん、こことしてはあえてスルー、そのままスルーとか、あと、うん、やりがちなのはスルーした後にこうちょっと戻って当てに行くみたいな。おお、まあ、やられてる。今やられてる。そうそういうのはあるから、はいはい、だいたいイメージとして板グルのイメージとしては、あえて止まるのと戻るのと、はいはい、あと戻って当てに行くのが覚えてれば結構引き出しは広いかなって思う。止まるかそのまま行くか戻って当てるか、ね、止まるそのまま行く、ただ戻るフェイントと あと戻って当てる4パターン、うん、そうだね。なるほど。まあてか止まるのパターンだったら止まって当てるも普通にあるしね。ああ、そういろいろ。ここはやっぱ駆け引きっていうのは引き出しが多いから絶対強いから手が多いですね。そうだから定期的にただぐるぐる回るんじゃなくてこうやって戻るフェイントをしたりとか、そういう風にしてやっていくといいんじゃないかなと思います。へー。で実はなんですけども、はい、倒した後もフェイントってかけられるんですよ。え、ここからも逃げるだけじゃないの？普通にじゃあこうやって逃げる場合、ヒロさんが向こう側にここにいるとするじゃないですか、はいはい、試しに。そうなると、まあこう越えるか越えないかのフェイントになると思うんですよ、普通だったら。あ、まあそうですね、まあ、ここにヒロさんがいるんだよね、今イメージ。ここか。そうで越える越えないのフェイントになると思うんですけど、はいはい、例えばあえてここで手前に引くとか。あー、なるほど。こうやってるうちに手前に引いて戻って当てるとか。なるほど。そういうのもあるんですよね。へー、まあ、乗り越える乗り越えないかとか。そうそのまま行くか行かないか。乗り越える乗り越えないで、ただこうやって横に行く行かないじゃなくて手前に引くっていうのも選択肢として覚えられると結構広がります。なるほど。
確かにリズム狂うな、そうしたら。ちょっとね、これね、ヒロさんが多分実際アクティブに動いてないから分かりづらいと思うんで、うん、次はちょっとあのヒロさんレオを使ってもらっていいですか。あ、レオですか。で、実際あの実践でやっていこうかなと思います。分かりました。はい、ということでね、あの実際に実践をやっていくわけなんですが、うん、今回はヒロさんがレオで僕がコウンジ使います。で、コウンジ使うんですけども、人格の方若干振らせていただきます。はい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 、今あのこんな人格なんですけど、多分大体救助キャラは、まあ、これに近い人格になるのかな、うん、まあ、これではないですね、多分これかな。この36に振っといて、うん、あの右と下に振っといて左の室外機反射に振ってるみたいな。ああ。これあの板を乗り越えた後にダッシュできる、まあ、加速するんで、あのこの板のね、乗り越える乗り換えないの駆け引きに勝った場合に次のポジションに行けたりするんで、うん、めちゃくちゃおすすめの人格になってます。まあね、これも正直駆け引きはもうお互いのじゃんけんみたいなとこあるんで、でもね、負けたくない駆け引きでも負けたくない、瞬間瞬間のじゃんけんね。そう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 、じゃあここからはちょっとね、もうガチでやっていくから、カーペット行こうかな。やっぱりね、駆け引きって言ったらカーペットみたいなとこあるから、俺普通に追いかけて、そうそう、もう全然やりに来ていいよ、本当に。あのもう、あの即死したらカットするから嘘だけど、頑張ろうかな、ちょっと。俺、動画のあれとか気にしないからね。うん、そうだ、あ、気にしないで、じゃあやっていこうか。ちょっと待ってね、いつスタートにしようかな。じゃあ、3、2、1でスタートしようか。わかりました。3、2、1、スタート。やってる。OK、来い。いやー、ちょっと頑張っていこう。まあ、ヒロさんはね、あの人格が育ってないから、多分、あれ間違えた。本当はあの、マドワークヘイスの人格ないから一生ぐるぐるできるんだけど、まあ、駆け引き編ということで。一生ぐるぐるはしたくないな。おー、怖いよ。怖いね。前回の板記述編と合わせてね。オッケーオッケーオッケー。で、これで板の加速を使って別のポジションいけると。ちょっと若干楽いな。今なんかわけわかんなかったな、てらい方が。すげえ。さあさあさあ、板ぐるしようぜ。やばいな。待て待て。ランデブランデブ。いや、これ見えない。あー、怖い怖い。なる、やばいね。振ってたら、振ってたらね。こっちから見えないから、これ板やってくるか分かんないから怖いな。ヒロさん、強気に突っ込むことも大事だよ。いや、怖いわ、でも。あー、やばい。あ、これいいんだ。くらっちゃう、くらっちゃう。あ、でもこれちょっと。怖い、怖い、怖い。あー、やばいしょ。ほら。おー、ナイス。どうしよう、でもここも基本的に駆け引き無視だから、ここら辺の板。まあ今もね、食らっちゃいはしたんだけど、結構ぐるぐるするとハンター視点厄介ってのが分かったんじゃない。いや、なんかハンターサイドからはちょっと見えないし、ね、うん、いつ板降りてくるか分かんないし、怖い。そうだね。で、うまくなんかハンターとしては赤ライトを誘導したりするとダメージ与えられるかも。サバイバーとしてもね、やっぱりハンターの位置見えないから、今みたいなところ。よいしょ、あ、いたいた。さあ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 、フェイン、いや、これちょっと待って、こっち、やだな、これ、ぐるぐるされると。よしよしよし、さあ、やばい、今見えてたのに、うわ今見えてたのにな。どっか行きかかったやつ。やっぱカーペットだな、一番いいのは。ぐるぐるカーペットね。あの、やっぱ戻って当てるとかも見せたいからね、できれば。戻り当てを狙ってるってもう予告されてるから、ちょっと待って、これ戻ろうとした時に、ちょっとヒロさん警戒しすぎじゃないもうちょっとドラムになってもさっきやってられたのあ、降ってこないか。よしよしよし、あそこで降ってきたら、あの手前戻りでかわしてこう乗り越えるってのができたんだけ ど、ね、ヒロさんの読みが深かった。読み切れてなかった。はい、ということでね、じゃあもう一本やっていこうかなと思います。はい、今回はね、ちょっと駆け引きの様子が分かりづらかった可能性があるので、はいはいはい、あのカーペット縛りで、あのヒロさんを縛いていこうかなと思います。できるね。じゃあ、あの3、2、1でまたやっていきますか。はい、3、2、1、スタート。じゃあ僕はもうこのカーペットから離れることなくやっていくので、あれ、あれ、おっと、あ、そっちか。そうそうそう、こっちこっちこっち。なるほど。本当はね、この距離を生かしてチェイスしていきたいところではあるんだけど、僕らがね、序盤に出した距離チェっていう、そうそうそう、まあ、これはね、もうあの
この距離感を生かしてね、早めに潰した方がいいんじゃない。そうそう、割と早めに潰した方がいいね、うん、あの先倒しっていう板グルじゃないけど板のね、あ、これはね、あの3番3番だ、フリーオーリを見てからの板技術が間に合っちゃうんですね。やりやがったな。ちょっと止まっちゃってやばい。よしよしよし、あれあれくそ実はね、あるんだよね、なんかこう第五人格やってると時々、あ、これ突っ込んでくる、あ、突っ込んでくる、やばいね、それは。いや、絶対突っ込んできたと思った。てか、倒せなかったのがやばかった。そこか、若干動きがな、カクカクカクしてるんだよな。ここがクルクルするとあれだな、距離が離れてるから微妙に。うわ、そっちか。そう、ヒロさんもね、窓枠越え、ここって乗り越えらんねえか。え、乗り越えられる、 ここの窓枠が乗り越えられる。あ、ここか。さあ、まあ、あそこが窓枠閉鎖されたと仮定して、さあ、やばいやばいやばい、行くよ行くよ行くよ、精密操作だからな。おい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 、いいね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 、間に合うか。めっちゃ突っ込んでくる。いや、おっと今当たると思ったね。いや、これ怖い。オッケー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 ここでね、板倒した時の読み合いっていうものを見せてやりますよ。これももうこうしてとか。あ、もうそれはダメだそれはダメだ、ちょっとカーペット禁止縛りしてたけど、ここだけ使わせてそこ壊されちゃったらここ使わざるを得ないや。あ、なるほどね、まあ、板を壊すっていうのもね、リスキーだから。あ、壊しすぎるとこうやって別のところに逃げられちゃうのか。あった、戻って当てていく。くっそ、どこ行った。カーペットに行くしかない。あ、やりたいな。ここであの板を乗り越える駆け引きのやつやりたいな。さあ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 、やばいやばい、突っかかりはやばい、突っかかりはやばい、突っかかってる、ぐだってるぐだってる、突っ込め突っ込め、これは避けれる、これはね、これはねそこ振ったらダメだよ。ちぃ、意外とね、レオ射程短いんで。そうだね、そう、当たると思った距離でもね、ちょっと当たらなかったりするから。はい、OKOKOK いいですか。いや、これ板壊さないとダメだよな。いや、その板でもそんなに強くないから、ぶっちゃけ壊さない方がいいよ。あ、そうなの。そう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 、これは大丈夫だろ、追いかけ。あ、これ戻りそう、あぶねー、戻れた戻れた、これあー、高橋、それは見えたもん突っ込んできてたもん、これこんな逃げられたらもう終わっちゃうぞ、スイッチ終わっちゃうぞ、これ。あ、大丈夫ですか大丈夫ですか、翻弄されてる。俺はさすがにいいけど、はい、なんで今当たったの疑惑あった、疑惑発生してたちょっと待って、いや、これは壊すと、まあ、遠くから、ちょっとこっちから行って、こう行って、はい、あ、振らない、あ、振ってほしかった、振りません、あ、さすがに当たったの、そうだね、いや、振ってくれるわな、乗り越えられたんだけど、さっきのパターンということでね、あの、こんな感じでどうだったんだろうあの、まあ、板はあの、うん、倒すと、あの、気絶を狙うのと、あと、うんうんうん、あえてスルーする、うん、あと、そうだな、あの、先倒しする、うん、先倒し、気絶を狙う、スルーする、この3つをね、あの、うまく混ぜていくと、まあ、若干チェイスがね、10秒とか20秒伸びるんじゃないかなと思います。はい、今かなり稼げてたんじゃないですか、うん、なんかね、あの、勝って、板技術勝ってるとめっちゃ気持ちいいんだけど、負けるとしょうもなくなるあのね、このなんかこう、なんていうの、このギリギリ感が楽しいよね、チェイス、そうだね、って感じです。はい、はい、ということでね、今回あの、実践とカスタム含めてあの、はい、板工房に関してね、また板スルーということで、はい、やらせていただきました。では、あの、板グルに関してはあの、さこの板スルーと、あと前回の動画で説明した板気絶を混ぜて、うん、あとあの先倒しっていう強いポジションだったら絶対に駆け引きにならない板があるので、はいはいはい、その3つを混ぜてね、やっていただければなと思います、うん、で、一番安全で伸びるチェイスなんですけども、それはあの距離チェイスって言って、はいはいはい、まあ、あの駆け引きがないチェイスがやっぱり一番安全なんで、まあ、距離チェイスで距離がもう保てないよってなった時の最後のね、はいはいはい、あの悪あがきじゃないですけどそういった感じで10秒とか20秒稼ぐ時にこのテクニック使ってほしいなって、毎回結局ハンターが突っ込んでくるか突っ込んでこないかでやっぱり変わってきちゃうから、そこはもう正直運なところがあるんで、はい、といった感じですかね。はい、ということでね、今回はね、チェイスのコツ板スルー編でしたということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。